敬吉。小札騒動。じじ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 ジジジジジ追い立てるようなベルの音がさっきからしきりになりわたっている。午後6時。デパート丸菱の閉店時間である。エレベーターから階段から 1>, 1階の玄関口を目指して流れて流れ下る人波がおいおい静まるにつれて早くも上層の各階では陳列ケースの上へ真っ白なシーツがかけ始められるここは6階の家具売り場ただでさえあまり混み合わない売り場であるもうすっかり片付けもできてしまって店員たちは帰り自宅に忙しいとその中で 紺のブルーズに白い首筋がくっきり浮き立ったくびれた二重顎のかわいい娘が何が勘に触ったのかすこぶるご機嫌斜めなご免ん亭で向こうの窓から流れ込む暮れ近い午後の光を発しとばかりにらみ返して立ったまま動かない家具部の受け持ち女店員304番条である丸いほっぺたを一層丸くふくらして 一の筋さえ浮き上がったこめかみの辺りには二筋三筋遅れ毛がピリピリ震えているどうやら女の子の特別な感んなどではなさそうだまったく304番状の今日の感んはどうしてなかなか深刻な問題に端を発しているのであるそもそも深刻な問題とは 話は10日前にさかのぼる場所は同じ6階の家具売り場ジジジジジジジじじやっぱり今日と同じようにお客を追い立てるようなベルの音がもうそろそろ鳴り始めようという閉店間際のことであったそれとなくお客に気づかれぬようそろそろ売り場の片付けにかかりながら店員たちの頭の中には 人の喫茶店のことや今夜見に行く映画などのことがいっぱいになっていようという内外共の忙しさその忙しい家具売り場へおりからひょっこりやってきた一組のお客がある多分4階の呉服部あたりで仕入れたのであろう絞り風呂敷にずっしり荷物を抱え込んだ年の頃四十五六の品のいい中年婦人とどうやらその娘らしい 派手な金舎の人への晴れ晴れと似合う若い綺麗なお嬢さんとの二人連れである母と娘は家具部へやってくるととっつきの兄弟や遺構の前に立ってしばらく幸福そうに語り合ったこの人もお嫁入り自宅かなぜともなく三百四番条は軽い吐息をついたものである母と娘は しばらくあれこれと正札を見ながら兄弟の前で語らっていたがそのうちにまだ目指す代物があると見えて通路を奥の方へ進んでいくと大物の並べてある方へ曲がっていったそこは家具部の一番奥でタンスや応接セットや上等の机などが陳列されてあったどうやらタンスを買うらしい果たして母と娘は 薄暗いまでに立ち並んだ派手なタンスの一つの前へ立ち上がった3つ重ねの総切りダンスで中段の両開き戸の鏡板にはけ本を貼って花鳥かなんかの日本画が描いてあろうという代物1皿を成果円今のところこの家具部で出しているタンスの中で一番高価なものであるところが嫁入り親子 すっかりこの品がおきに召したと見えてなかなか動こうとしないそのうちに決心がついたのか中年婦人は通路を曲がっていそいそと304番城のところへやっていくと「ちょっとお願いします」「はい」304番城をお供に連れてクジのように胸を反らせながらタンスの前まで戻ってきたこのタンス ままずひと差をいただきますわ。ハンドバッグの口を開けて中から10円紙幣を5枚取り出すと黙って304番状の前へ差し出した不審に思ったのは304番状であるあの奥様恐る恐る訴えるように言ったこちらは340円でございますが。 えなんですってあの340円でございますが340円もう。さっと顔色を変えてだって小札は50円としたらじゃありませんか今度は304番上の方が驚いた答えもできず急いでタンスに寄り添うと どの引き手の金具にぶら下げた正札を手に取ってみたがその途端に304番長思わずよろよろとなったものであるなるほど50としてあるこれは大変なことになった誰かが間違えて正札を付け違えたものらしいまあ本当に失礼いたしました。 これは何か小札の間違いらしいございますあら小札の間違いですってでも50円と340円の間違いは少し OK ではありませんかはい何とも申し訳ございませんただいま主任を呼んでまいりますから少しお待ちくださいまし方法の手で逃げ帰ると304番乗 やがて売り場主任を連れて戻ってきた何か間違いがございましたようで申し訳ございません主任氏はもみ手をしながらええこちらの重ねはその340円でございますがしかし中年婦人はもうとっくに紙幣束をしまってツンとしていた 番頭さんもういりませんですよ。はい、誠にどうも。私はね、これが50円なら、自節柄値打ちだと思いましてね。特売のつもりでいただいてみようと思ったんですよ。それが小札の間違いでなんて、ずいぶん失礼ね。はい、どうも、なんとも。 い,いえ別に謝っていただかなくってもいいんですのよ小だというものに間違いがあるということになるとうかつに買い物もできないということになりますからねほんのご注意までよごめんなさい二人揃ってさっさと引き上げていったどえらいしくじりをやったものである売り場主任誌と304番嬢はしばしば傍然としていたがそのうちに 閉店ベルが鳴り始めたこうしてもいられないというのでとりあえず間違いがどこから起きたか急いで調べにかかったのであるがしかしそれはすぐに分かった問題の場所から2軒と離れていないところにあまり立派でもない平凡な洋服タンスがある確か成果50円のその洋服タンスに向こうの彰布だ 340がぶら下がっているつまりこの洋服タンスの安い商婦だとどうした間違いか高価なタンスの商婦だと入れ替わっていたわけである店員の間違いなどということはありようはずはない誰か意地の悪いお客さんのいたずらではあるまいかしかしとにかくもう閉店時間であるそれに このようなことが会主人の耳にでも入ったなら結局係の責任ということになってきついお目玉をいただくに決まっているそこで売り場主任士と304番嬢はこのしくじりは2人だけの秘密にしておいてとりあえず正札を元に戻すとすっかり忘れてしまうことに相談をして帰途についたのであったところがこれだけで済んでしまえば何も今日304番嬢 青筋立てて膨れ上がってしまわなくてもよかったのであるが問題はこれからいよいよ本物で同じような正札の間違い事件が2度3度と続けて持ち上がったのである2度目の時は最初の時から6日目のやはり閉店時間に30分ほど前の何かと落ち着きのない時のことであった場所も同じ。 家具売り場の奥の奥大物部。今度のお客さんは見るからに幸福そうな新婚夫婦どこぞの会社のサラリーマンらしい竜とした身なりの新郎氏「ちょっと君頼む」304番嬢を呼び寄せて財布の口を開けながら顎でしゃくった品物はとびきり豪華な灯椅子の応接セットであった。 中央テーブルを合わせて5つ組の特製統椅子で同じ衣装の植木鉢置きに扇風機台から季節向きにレースのクッションまでついていようという豪華版その成果が350円というところを新郎氏が気前よく出したのは10円紙幣5枚例によって この大物部では一番安物のあの洋服タンスの娼婦だがいつの間にか硬貨セットの前へ入れ替わってきて何食わぬ顔でぶら下がっていたのであった随分たちの悪いいたずらである新郎氏今度はさすが男だけにいささか短歌を切ったいやどういう間違いにしてもだねこりゃ君 客の自尊心を傷つけることをおびたらしいよ。僕は、まあ、ざっくばらんに言うと特売品と思ったからこそ買うことにしたんだよそれがなんと7倍もする品物であろうとは小札が聞いてあきれるじゃないかいや僕は350円しようと500円しようと買おうと思えば買うよしかしだねこんな不快な思いをしてまでも買う気にはならないよ これは君この家具部だけの問題じゃないよ伝統を誇る丸菱百貨店の信用に関わる大問題じゃないかね気をつけてくれたまえ言い捨てるとちょっとてれくさそうな顔つきで花嫁としきりに語らいながら出ていってしまったあきれたのは売り場主任史と304番帖である 本来ならばすぐお客に追いすがってお名前とお住所を伺い後日改めてお詫びに参上するというところであるが何しろ閉店間際の落ち着かない時刻にいきなりまるで自分たちに覚えもない失態が持ち上がったのであるから呆れてしまって前後を考える隙なぞとんとなかったのである幸い新郎氏短歌を切ったとは言っても新婚早々のことである そんなに大きな声ではなかったので別に他の店員に聞かれた様子はないそこで主任詩と304番嬢今後は十分気をつけることにしてもう一度だけ問題を秘密にしてお目玉を逃れようと考えたのであるそうして3度目の事件すなわち今日である時刻も場所も前と同じ 今日のお客さんは、年の頃五十五六の、立派な天神髭を生やした太っちょの紳士である。お気に召したのは、立派なシタンの応接机。それも、この家具部で一番大きな広間用の特大品で、手の込んだ透かしぼりはともかくも、面の四隅へ、けばけばしい造眼細工が施してあろうという、いかにも天神髭師のお気に召そうというやかましい代物。 成果円というところへ例によってその付近で一番安い50円の商だがぶら下がっていたというわけ天神ひげしお気に召すのも無理はないところが今日の天神ひげしは大きな声を出してしまった待ちたまえわしの言うことを聞いてくれわしは 今日はせがれの報告を受けてすぐさま駆けつけてきたのじゃ。丸菱に特別安売りの応接机が出ているからという報告をな。わしは今日はこの店の近くのある法律事務所へ所用があってせがれと二人で来ていたのじゃ。ところがせがれが買い物があるというのでわしを事務所へ残してつい二十分ほど前にこの店へやってきたのじゃが。 この家具部でこの値打ちな机を見つけて、すぐさま日頃机を欲しがっていたこのわしへ報告してくれたというわけじゃ。なに、せがれは何でも洋服タンスを買いに来たというのじゃがな。大型その安っぽい洋服タンスじゃろう。ところが、せがれも小だが違っているなんてことは知らぬものじゃから、買おうと思ってやってきながらも、 安っぽいタンスに思い切り高い小札がついているのを見つけて、手もつけずに帰ってしまったというわけじゃ。いや、待ちたまえ。わしの言うことを聞け。いいか。わしはこの机で騙され、せがれはそのタンスで騙された。つまり、わしたち親子は二人とも騙されたのじゃ。それもじゃ。 バス上のちっぽけな家具店で間違いがあったとでも言うならともかく、東京のど真ん中で堂々と店を張っている丸菱ともあろう者が、こういう間違いをしでかしたのじゃがら、つい大きな声も出したくなったのじゃ。次第によっては、わしは法律問題にしても構わん。とまあ、思うのじゃが、お前方はまだ若いし、 全然覚えもないことじゃというのなら、今日のところは特に勘弁しておく。いいか気をつけねばいかんぞ。ああ、それから、この机はもういらん。天神げ氏、散々怒鳴り散らして引き上げていった。しかし、売り場主任氏も今日は必死の思いで天神げ氏に追いすがると、後日改めてお詫びに上がりたいからと、 ご尊名とお住居をやっとの思いでお伺い申し上げたこれで今夜は主任使と304番上、風呂敷館なんかを一本奮発して天神秀消のお宅へお詫びに上がらねばならぬという主義に立ち至ったのであるが問題はそればかりではない天神秀消し大きな声を出したものだからどうやらすっかり他の店員へもしくじりが知れてしまい この調子では明日の朝あたり会主人のお目玉を食らうかもしれないいやそればかりではないそもそも一体どうしてどういう因果でこんなにたちのよくないいたずらに二度も三度も悩まされなければならないのだろう読者諸君はこの話の冒頭で今日の304番上が 楽しい閉店時間だというのにすこぶるご機嫌斜めなご免停で窓の外をにらみつけたまま突っ立っていたのをご存じであろう古風な言い回しではあるが何が彼女をそうさせたか以上申し上げたところですっかりお分かりになったことと思うさて話は前に戻って 丸いほっぺたを一層丸く膨らませながら突っ立っていた三百四番乗。やがてしょぼしょぼと帰り自宅をすると、力の抜けた足取りで静かになった売り場を横切り、店員通路から六階の事務室の前までやってきたのであるが、するとこの時事務室のドアを開けて、やあお帰りかね声をかけたのは、 やっぱりおかえりの六階警備員真木氏であるおやどうしたのひどく顔色が悪いじゃないかいつもながら親切な真木氏である304番状途端に目頭が熱くなってぼっつり涙が一粒浮かび上がったどうしたのさ泣いたりなどしてすると涙は急に大きくなって ポポロポロと流れ落ちた「やっぱりマキシは警備員だけあってこんな時には主任士などより頼りになる」そう思うといよいよ涙は後から後から浮き上がってはボロボロ流れ落ちる薄暗い店員通路を着替え所の方へ歩きながらとうとう304番嬢はすっかり事の次第をマキシに打ち明けてしまった。 どうせ明日までにはうにしれてしまうところが黙って腕を組んだまま304番庄の妙な打ち明け話を聞いていた真木氏はやがて話が終わるとちょっと考えてから顔を上げるとポンと304番庄の肩を軽くたたきながら「なんだそんなことか」だがよく知らせてくれたね隠してちゃいけないよ。 うーん。するとなんだね。いつも小札の付け違いがある度ごとに洋服タンスの方には300円以上の高い小札が付いていたことになるね。なるほど。それじゃあいつまでたってもその洋服タンスの方はお客様のお気に召さないわけじゃないか。よし。考えがある。 牧氏はすぐに引っ返して事務室に飛び込むと店内電話で残っている各階の警備員に6階へすぐ集まるように注文をつけた牧氏の注文はすぐ果たされた残っていた7人の警備員は間もなく牧氏のところへ集まってきた妙な気配を察して23の店員も例の売り場主任士も顔を出したやがてマキ氏は

洋服タンスの開き戸や横板や裏板を吟味するように握り拳の先でコツコツ叩いてみたがやがてみんなの方を振り返ると意味ありげな目つきで「ちょっと手を貸してくれたまえ。こんなもの向こうへ運んでしまうんだ」妙に威厳のある声だったし意味ありげな目つきだったので他の警備員たちも漠然と何かを感じて すぐに牧氏の申し出に従ったやがて洋服タンスは大勢の手で狭い通路をエッサエッサと事務室の方へ運ばれていった2分の後には洋服タンスは殺風景な事務室の真ん中へ据えられていたその周囲には一帯の人々がぼんやり立ったまま額の汗を拭っている やがてマキシは一歩前へ進み出ると洋服タンスへ向かって声をかけたおいもうダメだよここは6階の事務室だよおまけにお前の周囲には腕に覚えのある大勢の警備員やその他の人々がぎっしりと取り巻いているんだよもうじたばたしてもダメだよ観念して おとなしく出ておいで。まことに妙な言葉である。マキシの言葉が終わると、急にあたりが死因となった。が、まもなくその静けさを破って、洋服タンスの中で、小鳥と音がした。かと思うと、ギー。妙な低いきしみを立てて、 洋服タンスの鏡のついた両ビラ戸が静かにひ人でに開かれて中からなんとわりに立派な洋服紳士が靴履きのまま右手に帽子を左手に畳んだ風呂敷を一本それぞれ持っていともしょんぼりみんなの前へ立ち現れたのであったははは、ッハ何でもないよ ただのありふれた居残り先生さ。304番城と売り場主任誌を相手にしながら帰り道の牧師である。あの男、もうしばらく前からあの洋服タンスを利用して居残り稼ぎをしていたのだよ。閉店にそろそろなろうという時刻にただのお客様のようなふりをして割に静かな家具売り場の奥へやってきて 月を見て洋服タンスの中へ忍び込み、やがてすっかり店内に人気がなくなってしまって夜が来ると、洋服タンスからのっそり出てきて、多分靴を脱いで足音を忍びながら売り場の中を買って気ままにほっつき回って、お好みの品々を風呂敷の中へ失敬する。それから再び中へ帰ってきて、朝まで一眠り。朝が来て開店になり、 お客が店の中へ入ってくると隙を見て忍び出しただのお客のような顔をして土産片手に本宅へ帰っていくありそうなやつだよところが先生一つ心配なことがあったのさつまり閉店前にやってきて洋服タンスの中へ忍び込んだのはいいがそれからすっかり閉店になってしまうまでにひょっとお客さんがやって来ないとも限らない 現にもうあなたたちを悩ましたお客さんが少なくも三人はあったのだからね。それで、もしも洋服タンスを買いたいお客さんでもやってきて、先生が入っているとも知らずに、このタンスはなかなかいいなあなんて開き戸を開けられでもしたら大変だよ。すぐ見つかってしまう。何しろあそこは居心地はいいが、トイレットのように中から情がかけられないからね。 そこで先生考えたのだよ。つまりそういうお客さんが来たとしても見ただけで手も触れずに帰ってしまうような方法をねやっぱり先生考えたわい。開き戸の取っ手の金笛安っぽい品物とはまるで不釣り合いの高価な札をお客さんが見ただけで首をすくめるような小札をぶら下げておくとね。 そこで、ちょうど近所にあり合わせのとびきり上等な家具類の小札と即座に付け替えていたというわけさ。まあ、それで私たちあんなにちょいちょい悩まされたのね。そうですよ。いや、ただ悩まされただけではない。そんな意地悪な小札の付け替えや、 そのまた安札に飛びついてきたお客さんのとんちんかんなご立腹に悩まされてその方へすっかり気を取られていたためにあなたたちともあろうものがこんなありふれた居残り先生にいつまでも気がつかずにいたというわけさおや二人ともそんな方へ行くのえお客様の宅へお詫びに出かけるんだってそうかい。 じゃあさようならところで例の洋服タンスであるが割に長い間居残り先生の宿泊所に提供してあったためによく調べてみると先生の靴の当たったあたりのワニスがはげかかっていたり重いお尻の乗っかっていた底板にかすかながらも割れ目ができていたりしてどうやらもう傷物であるそこで丸菱百貨店では 思い切って50円の小札を半額の25円に書き改めて再び元の家具売り場へ陳列したのであったどうやら今度は本当の安売りらしい。